今回は腹筋をしてもなかなかお腹がへこまないよって方におすすめな3種目を紹介していきます。お腹がへこまない原因の多くは腹筋が弱い、脊柱起立筋が弱い、腰が硬くて反り腰になっている。この3つが原因になります。その3つを今回改善できるおすすめなメニューを紹介してますんで、たったの20秒ずつです。動画を見ながら一緒にやってみてください。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまないお腹を根本から改善することができます。お腹というのは、力を抜けば出る、力を入れればお腹がへこむ、適度に力を使うことで、いつもへこんだ状態をキープすることができていきます。本当かなって思う方は、メジャーでウエストを測ってみて、確認してください。皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、なかなかお腹がへっこまないよって方向けに3つセットで紹介させてもらいます。この3つ同時に行うことで、お腹をへこます根本が改善できて、お腹をへこませる姿勢というのが身についてきます。お腹っていうのは実は、このように骨盤が前傾して、お尻の力が抜けていると、お腹って出てしまうんです。ですが、この骨盤を立てる姿勢というのが身についてくると、お腹自然にへこむんですね。ですが、このお腹をへこませるポイントとしては、お尻を締める力っていうのが意外といるんです。お腹の力もいるんですが、お尻締める力が弱いと、どうしてもお尻が出てしまいます。そこでまずチェックをしてみましょう。お尻の真ん中に人差し指を刺してみてもらって、これで今ね、お尻が出ていると、お尻って締めれませんよね。ですが、腹筋に力を入れて骨盤を立てる感じにすると、自然とお尻がね、締まると思います。こういった姿勢がすごく大切です。今回の3種目やるだけで、今の姿勢が自然と身についてきますんで、ぜひね、この20秒ずつですから、頑張ってみましょう。しっかりやりたいよって方のために、今回2セット用意してます。たった20秒3種目を2セット。頑張っても2分です。一緒に頑張ってみてください。それでは3種目、紹介していきます。1種目目は、膝をついたプランクからのキャットバックです。やり方としては、少し足を開いて、うつ伏せです。肘は肩の下よりもちょっと前に持っていってください。この状態で体を持ち上げます。膝ついたままです。こんな感じです。この時に体が上がらないよって方は、ちょっと肘をね、手前にしてもいいです。できる方はできるだけ前。この状態で体を持ち上げて、お尻が上がってる方、反り腰になってますから、その反り腰をまずは締めるっていう意識です。さっきの指を挟むチェックと一緒です。お尻を締める。体を上げた後にお尻を締める。この状態で20秒キープです。反り腰が強い方は、お腹が疲れるとだんだん腰が反れていくので、たまにキュッ、キュッとね、お尻を締めることを何度かやってください。それでは行きましょう。20秒です。スタート。キュッとお尻を締めて。時間が経つにつれてお尻が緩むんで、またキュッと締めて。しっかりお尻を締めてキープです。頑張ってください。しっかり締めて。前も床つかないように、お尻を締める。OK です。今のお尻を締める感覚というのは、この後2種目も使っていきます。意識を忘れずに行ってください。次はクランチの状態で体を起こして、この手を上下に振ります。これを早く振ることで腹筋をクックックックと使うことができます。たった20秒ですが、腹筋およそ50回ぐらい行えるとっておきなメニューです。これもしっかりお尻を締めときます。お尻を締めるとしっかり腰が床につきますから、その状態で手を振ります。スマートフォンは見やすい位置に置くか、もしくは股のところに置いて行ってください。それではいきます。スタート。こういう感じでしっかりね、体の上半身がしっかり揺れる感じで、手を早く振ってください。もう少し OK です。最後はデッドバグです。スマホ持ってたら難しい方は置いてください。やり方としては、手も足も万歳して軽く両方浮かせてキープ。この時も初めのキャットバックと一緒です。お尻を締めて腰を丸める意識です。体勢がこれぐらい起きすぎたらダメです。これくらいです。腰がしっかり浮かついてる位置です。このくらいでもダメです。腰だけつけて足を低く、手も低く、できるだけ上を向く。
これで20秒最後いきましょう。きついですが頑張って呼吸は長く吐いてください。それではいきます、スタート。息長く吐いて、しっかり上向いて、バズの力抜いて、あーきつい、オッケー、ガー。それでは2セット目頑張っていきましょう。膝つきプランクからのキャットバックです。それではいきます、スタート。しっかりお尻を締めてください。お尻を締める力が弱ってしまうと反り腰になります。なのでしっかり締めて腹筋使ってください。あと少しです。オッケー、あと2種目頑張っていきましょう。さあクランチです、いきます、スタート。しっかり手を振って、2セット目はね少しお腹がもう疲れやすいと思うんです、辛いですが頑張って、オッケー。さあラスト、デッドバグ、これが辛い。さあでも頑張ろう。お腹をねしっかり力入れて腰床つけていきましょう。いきます、スタート。しっかり万歳、上向いて、お疲れ様でした。どうでしたか？今の3つ、3セットやってしまうと、もうお腹の力とか抜けると逆に反り腰になってしまうんで、適度に使うっていうのがおすすめです。これを毎日やってみてください。そうすると姿勢が自然と良くなって、お腹がね、出てる日出ない日あると思うんですが、毎日お腹がスッキリした状態が保てれます。しっかり、今ね、ちょっと腹筋をした後ってこのお腹がね、少しね、キュッと引き締まってると思います。なので骨盤がね、あんま反れずに、お腹に力が入って、こういう感じでね、骨盤が立てられていると思います。今回の3種目とってもおすすめなメニューですので、3つセットでぜひやってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、最近はブログも書いてます。よかったらチェックしてみてもらって、悩みが解決できるかもしれません。ぜひご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。